暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう「新約聖書」を開くと先頭にイエスの御生涯御言葉を記した「 4つの「福音」書が並んでいます福音とは「良き知らせ」「グッドニュース」という意味ですが「新約聖書」が書かれたギリシャ語では「エヴァンゲリオン」という言葉が使われています。「エヴァンゲリオン」とは人生を変えるほどの素晴らしい知らせを指す言葉です。古代ギリシャではアテネやスパルタに代表される「 都市国家に分かれていました近隣の大国を含めて争いが絶えませんでした兵士たちが出征し戦いが始まると戦況はどうなのか残された女性や老人たちは不安の中にありましたそこへ勝利を告げる使者が駆け込んできます「勝ったぞ大勝利だ!」 このような喜びを表すときに使われたのがエヴァンゲリオンなのですマルコ福音書の冒頭1章1節には神の子イエスキリストの福音の始めとあります神の子イエスキリストが示された生き方はエヴァンゲリオンすなわち価値観を大転換させる大きな喜びの知らせであるとマルコは表現したのです 福音書にはイエスと出会ったことによって大きな希望や慰めを受けた人の姿を見ることができます。ザーカイという人人もその一人です彼はイエスの姿を見たかったのですが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったトルカの福音書に記されています。 ローマのために税を取り立てる「朝鮮人」という仕事はユダヤ人から意味嫌われていたため誰も場所を譲ろうとしてくれなかったのでしょう仕方なく木に登ったザーカイに向かってイエスはこう呼びかけます「ザーカイ急いで降りてきなさい今日は是非あなたの家に泊まりたい」ザーカイは大喜びでイエスを迎え入れたのです 2000年たった今も神の御言葉は時間や場所を超えて苦しむ人を支え励ます力を持っています聖書の御言葉によって励まされ生きる希望を与えられた2人の女性を紹介します1人目は目の不自由な女性です彼女は白い杖を頼りに一人で重い病の床にあった 私の妻を見舞うために来てくれましたクリスチャンの彼女と聖書の話をしましたそれはイエスが捕らえられ大祭司のところへ連れて行かれる場面でした祭司長たちがイエスを尋問するのですマルコによる福音書14章65節を朗読します 一同は死刑にすべきだと決議したそれからある者はイエスに唾を吐きかけ目隠しをして拳で殴りつけ「言い当ててみろ」と言い始めたまた下役たちはイエスを平手で打った「目隠しをされて殴られ誰が殴ったか言い当ててみろ」 とイエスが侮辱される場面を思う時彼女は涙が止まらないと話してくれました行動力に富んだ彼女のことです目が不自由なために危険な目に遭うことや悔しい思いをすることがたびたびあったことでしょうイエスが理不尽な扱いに対して無言で耐えしのんでくださったことが彼女にとって 何よりの慰めと希望となっていたのです聖書の御言葉に励まされた二人目は亡き妻です妻は二人目の子供を授かって間もなく難病とされる多発性硬化症を発病しました原因不明で治療法が確立されていない病です失明し両足両手の順に麻痺が進み全身の感覚を失い 寝たきりの状態になってしまいました。気管切開をして、人工呼吸器に助けられながらの糖病生活でした。顔面にだけ、長時間の正座で痺れた足に触ったときのような感覚が残っており、わずかながら呼吸ができていた頃のことでした。ベッドに一人きりで寝ていたとき、何か小さな生き物が 方の上を動き回っているのを感じたのですほどなくその正体がハエではないかと分かりました追い払おうと息をふうふうと吹きかけてもわずかな息だったためハエはびくともしません声が出せない妻は顔の上を歩き回るハエを追い払うことができなくて屈辱のあまり涙ぐんでしまいました ところが不思議なことに、そんな妻の気持ちを知っているかのような聖書の箇所が、突然心に浮かんできたのです。イザヤ書五十章五節から七節の次の言葉です。私は逆らわず、退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた。 顔を隠さずにあざけりと唾を受けた主なる神が助けてくださるから主のしもべの歌と呼ばれイエス・キリストの御受難が予言されているとされる箇所です主のしもべは神が助けてくださるとの確信があったので激しい苦難を受け止め与えられた使命を果たすことができたのです 神様は私の気持ちをご存知だった。しかも背中に襲いかかる持て余すほどの激痛も合わせてご存知だった。こう気づいた妻は「主なる神が助けてくださる」という力強い言葉に感動の涙を流しながら「厳禁な私は顔を無断でのし歩くこの小さな肺さえ愛おしくなるのだった。 と書き残していますイエスは公生活の初め荒れノで40日間断食した後悪魔の誘惑を受けられました空腹を覚えたイエスに向かって悪魔は「神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ」と言いますこれに対してイエスは「人は パンだけでで生きるものではない神の口から出る一つ一つの言葉で生きると神明期の言葉を使って撃退されましたそこで悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせて言いました神の子なら飛び降りたらどうだ神があなたのために天使に命じると あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。ずる賢い悪魔は、なんと聖書の言葉で誘惑してきたのです。イエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてある、と言われました。最後に悪魔は、イエスを非常に高い山に連れて行き、もしひれ伏して私を拝むなら、 これをみんな与えようと言いましたするとイエスは「退けサタン」「あなたの神である主を拝みただ主に仕えよう」と書いてあるそこで悪魔は離れ去ったとマタイによる福音書は記していますイエスが聖書の御言葉によって誘惑を退けられたことに注目したいと思います私たちもイエスに習い 神の御言葉を道しるべとして様々な誘惑に負けることなく歩んでいくことができますように祈りたいと思います。カトリック学校では聖書に親しみ御言葉に触れる機会を大切にしています。落成中学高校では毎月の聖書の言葉を各掲示板に貼り毎朝全校放送で朗読し 見言葉をを味わう機会を設けています先日ある若い先生が「新しいぶどう紙は新しい皮袋に入れるもの」という聖書の言葉を読んで「勇気づけられました」と話してくれましたその月は「マルコによる福音書2章22節」「誰も新しいぶどう紙を古い皮袋に入れたりはしない」 そんなことをすれば、ぶどう酒は皮袋を破り、ぶどう酒も皮袋もダメになる。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるものだ、が掲示してありました。これは、ヤギの皮でできた袋です。2000年前のユダヤ地方では、携帯用の入れ物として広く、 ヤギや羊の皮でできた袋が使われていました新しいブドウ紙は発酵によるガスで膨張するため弾力の弱い古い皮袋では破れてしまうことは当時の人々にとって当たり前のことだったのでしょう。イエスは分かりやすい例えを用いて 柔軟な心を持って神の呼びかけに応えるよう悟してくださるのです私たちがどのような試練にあった時でも聖書に示された神の御心に勇気をいただきながら希望を失うことなく生きていきたい心からそう願っていますありがとうございました 「私はあなたを助けると主は言われた」「厳禁な私は顔を無断でのし歩くこの小さなハエさえ愛おしくなるのだった」「ア阿南逸子著花物語より」 この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り上村隆夫さんの元気に生きる森田直樹神父のイエスと友達の DVD を販売していますお申し込みお問い合わせは電話075-211-9341または心の灯火ホームページからどうぞ ファクシミリや E メールでも受け付けております。